疲れ様でした。どういう感じですか？どんな目的で、企画をされたんですか？はい、大学生の、本学の学生が東静岡駅から大学までの通学経路について、お世話にね、はい、スタイルからお世話になってる、その環境についてその常に考えるような機会にしようということで、エコウォークっていうのは、そのコミュニケーションっていうのが一つの、目的というか効果というか、はい、そういうことなんですね。はい、もう一つやっぱりここの東静岡周辺は、はい、大学とかそういう教育機関がたくさんありますので、ね、はい、その辺の環境整備というかですね、はい、そういうことを目指しています。ボランティアお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日どんな目的でこのボランティア活動に参加するの？久しぶりにゴミ拾いをしたかった、はい、ため、参加しました。これ今日のボランティアですね。他の情報をどこから得ますか？はい、チラシから出ました。実際に参加してての今の感想、今の気持ちはどうですか？はい、すごくゴミ拾いをして心が、気持ちが良くなりました。そして最後最後ですけれども、皆さんに一言お願いします。ゴミ拾いを、はい、隅々までで、はい、よく頑張っていたと思います。